あとは、水族君。木崎さんがビステルのスカウト兼アドバイザーしてた件ご存知あそうなんこれはそういう、あれか <laughs> <laughs> これは何この水族君のそれは何かの動画で言ってたやつなのそれは。これはこう、こういう、今あれだよね。こういうガシャンってやつ来てるよね。このガシャンってやつね。何の動画で言ってたのその小沢さんかなんかのやつ言ってたんかそれは。<laughs> ここ駆け引き始まってるな、これ。 トラップかおい。これ、この木崎さんが何でそういうのを自分が言ったってことなのそれなんかそういうのがないと、ちょっとこちらとしてはっていう出方を考えさせていただきますっていう感じだね。アイアーゲーム感が出てますね。ヤフーニュースになってたね。本当になってたそれ。<laughs> いいのね。放置に記事出てました。木崎さん自分のツイッターでも拡散しました。あ、そうなの知ってました。<laughs> そう。でも木崎さんに言うなって言われてたよ、俺。<laughs> これはちょっと言えないやつなんですけどつって、だそういうのさ、ちゃんと言って、共有してほしいよね。俺昔さ、ちゃまにも俺とお笑いやってたこと言うなって言われたんだよ。なんかそういうお笑いやってた。そしたら、あいつがサッカーキングか何かに出て、昔レオザフットボールとコンビでって勝手言ってて、いや、な,なんでお前言ったみたいな。あんな怖い顔で言うなって言ってたのに、みたいな。木崎さんはね、教えてくれたけどさ、やっぱりね、そこの信頼関係の問題ありますから。教えてほしいよな。 もうリアクションで映えてもいいやでもそれがさ、確定になるかどうか全然違うじゃん。どっちだっていう。<laughs> またね、もしかしたら知ってる感出したいだけかもしれないし、業界ですみたいな。あ、そうなんですね。今度木崎さんとその話、その件について木崎さんを詰めさせていただこうと。言っちゃダメって俺に言ってましたよね。何が変わったんですか えー、ビッセルファンでも、えー、気づきませんでしたし、木崎さん、スカウティングの選手をドイツから呼んで、練習か、えー、参加させる計画まで暴露してたので、激詰めしてください、お願いします。<laughs> ビッセルね、それで言うとね、優勝したし、そうだ、そんな話、あれ見た、あのみんな、大阪がさ、優勝の理由みたいなやつで、結構なこと言ってたんだよね、このビッセル神戸優勝に貢献した大迫いわが、赤星チームが団結した理由と、イニエスタ対談の影響みたいな。 アンドレスがいいななくなったた。ぐらいからか責任感は増しましま監督のタカさんが吉田敬之監督ね、頑張るやつを使うっていう感じだったので、そこが一番大きかったのかなと思います。今まではっていう <laughs>。あれそれってっていう <laughs>。あれそのファックスでスタメン送られてくるから、その頑張ってるかどうか関係なくなるやつじゃないですかそれっていうね。<laughs> 本業の業績がやばいから、そっちにつきっきりで、ね、口出せないみたいな話聞いてましたけど、それは本当なんじゃないですかっていう。 言ってはいけない。えっと、それで、こういうことだよね、おしむさんのね、ジェフもそうで、本当に練習のパフォーマンス、試合のパフォーマンス、しっかり見た上で、そうなるから、みんな、モチベーション高かったみたいなね。もともとね、野球の楽天の方もそうだったっていうしな。あと、いいのがもう、あれなんですよ、やっぱり日本人フォワードを使ってるんですけど、外国人みたいな選手じゃないですか、大阪とか。 まあ、武藤はフォワードで、まあ、サイドだったりするけど、外国人選手を使う上で、やっぱり一番の問題は、目線を揃えにくいっていうか、戦術的なところだけじゃなく、ビジョンの共有が、やっぱ難しいんですよね。それを圧倒的なこの質で、ちょっとプレスの連動だったり、戦術的な立ち位置とかは仕込みきれないけど、それでもそいつにボール行ったら状況変わるよねっていうので、起用されてるじゃん。っていう選手が戦術的な連動もできて、で、イニエスターいなくなって、で、チームの目線も、かなり、その、 前線にまず預けるみたいなところで揃ったみたいな。加えてチーム全体のモチベーションが上がる一番大事な頑張ってるやつが使われるようになった。使われるようになった。親 <laughs> っていう <laughs>。すごくね、いいことを聞けましたって感じでしたね。今日ね、レオザト分析でね、見た神戸とかもそんな感じでしたね。そう、無駄に繋がないし、しっかり守備するしみたいな感じで。のこの間マリノス負けちゃったけど、まあ、ね、勝ってた時期多いのがわかる感じでしたね。 あとあれでしたね。あのー、フォーバックの左のさ、ホンダだ、ホンダ、ユ、ユだと。ごめん、神戸好きな人背の低い左利きの172センチのセンターバックの選手がめっちゃいい選手でしたね。多分フィジカル的にすごいとか、年齢若いとかじゃないから代表には呼ばれないんだろうけど、今の森安さんだと特にね。でもああいう選手が本当にいい選手だなって思いますね。あと斎藤光つ相変わらず上手かったですね。そう、イニエスタね。 まだまだ現役続けたいからね、今季途中出場が3試合だけだったから、まあ、出てくるのはもう必然みたいな感じですよね。そういえば6月6日のバルサー対神戸の試合でイニエスタが45分だけバルサ側で出ること検討されてるみたいな、ああ、そういうイベントだから。ね、普通、監督だったらね、そこもプレシーズンでちゃんと使いたいけどね、興行だけにしたくないけどね、現状だと神戸が。 イニエスタ対談発表しちゃって、そこのね、バルサ機関みたいなのが売りだったからね、結構監督の気持ちになっちゃうけど、でもまあ監督も吉田さんだしな、三木谷さんにね、とあれする人っていうより、三木谷さんの糸組みながらチーム作るのが持ち味みたいな人だからね。その工業としてはいいからね、まあ、サッカー結局は工業ですからね。アルバムもブスケッツも出んの、えー、それは知らなやっぱりイニエスタが神戸で最近使われてないでしょあれ、怪我とかがあったのかなちょっと見てない時期に使われてなくて。で 神戸のサッカー自体が繋がないサッカーになってるんですよ。前から蹴る、前から守備する、しっかり。 サイドに圧縮する、まあ多分かなり人ベースのサッカーで人を変わるとなんか心そこの約束事とかがちょっとない,ないから生じるずれみたいなのが見えるからただそれでね大迫田斎藤光樹だといろんな選手たちの,その守備の連動と強度の高さとあの質の高さが見えてみたいなそうなってくるとこうめちゃくちゃうまいけどやっぱ年齢高いくて走れなくなってるのは絶対あるであろうイニエスタ使えないっていうのはありますからってなるとそのイニエスタが今ブスケースさせてくれるかどうかっていう話になるけどねただね あの、ブスケツその守備できますけど、ブスケツを、なんですかね、こう、でもまあブスケツぐらいなら大丈夫か。まあオーナーが勝手に取ってきて現場にボンみたいなのは、ブスケツぐらいだと大丈夫。あの、サンペールぐらいだと、コンディション悪い時に、それが苦しいじゃん。だからあの、ハンマリー以上が言ってたみたいな。あんなにオーナーが要求してくるチーム初だみたいな。コンディション上がってないくてもサンペール使えみたいな。みたいなことが、まあブスケツでもありそうだけど、ただブスケツぐらいなら上がってなくてももうレベチだろうなみたいなのがあるんで、まあいずれにしろブスケツが神戸に来たら最高ですよね。 そのファンとしてはね。なんで、谷さんよろしくお願いします。<laughs> どっちっていう <laughs>。批判しながらお願いしたけどっていう、その、それはもうオーナーはね、もう、あのー、賢いだう々よりももう、お金があるっていうのがまず一つのね、強さですから、ね。よろしくお願いします。 なんでみんな楽天でどんどん買い物していきましょう。イニエスタの言ってたことで、日本にパウサを仕込むのは無理だと思ったみたいな言ってるんですよね。これって結構なディスというか、ディスっていうか呆れですよね。縦につけちゃうことによって圧縮した守備の人たちは楽なんですよ。そこで無理してきてくれようとするから、反対側が赤が守備側だけど、こっち側でね、攻めようとしてくれた方が、反対側がスカスカになってるけど、 ハイブエリアとか言っても使えないでしょこんけガチガチだったら。で、ここでね、早い攻撃がいいみたいな、縦に早くって言って、結果ダメみたいな。でも、イニエスタとかはこういうところで、まあ、受けた時に、あ、ないなっつって、切り返して体の向きとかで、ね、あ、先輩に戻すのかなって、体向きで一気にこっち行ってこうとかあるじゃん。それってもまあ、チームでそういう判断を、 当たり前にできるみたいにしなきゃいけないんだけど、縦に速くっていうのが美徳とされるというか、まあ、学生のサッカーとかそういうの多いじゃないですか。で、どういう意味で言ったのか、日本にも良さあるって言ってるけど、昔ね、坂井豪徳のコメントを読んだ時にちょっと思ったんだよね。日本のサッカーは、縦に速くない的な、なんか言ったようあれが、結構、なんていうのかな、それがいいみたいな感じのニュアンスだと、難しいね、これ言い方。その、遅らせることによって、むしろ、攻撃が最終的には難易度下がるっていう、 あの、岡田さんとかもさ、パスを繋げば繋ぐほど、得点に、あの、直結しないっていうデータが出てるとか、10秒以内に攻めろとか、そういう話するじゃん。でもそれってほんと、ケースバイケースで、スペースが空いてて隙があるんだったら、 すぐ行った方がいいんですよ。うちも、ボール取った時に、一番最初に狙うところはここだっていうので、サイドバック裏って言ってるんで。ただ、それを当然相手は埋めてくるでしょう。ってなった時に、それでもサイドバック裏やってたら、ここでも袋小路作られるし、相手にとっては、あ,あの、ずっとポゼッションしてて、相手ボールになったけど、急いで攻めてくれたから、またこっちがボール持って楽になるわってなるじゃないですか。だからそういう時に、まあ、 前線のキーマンの選手にあの攻撃を縦に加速させるかそれとも戻して作り直すかっていう判断をしっかりしてくれって話を僕はするんですよ。それが多分ある意味パウサーだと思うんですよね。だからできる選手にそれを言うんだけどそれを縦に行くのがいいいい,いいってなって今みたいなパウサーっていう考えがないと狭くて相手が待ち受けてるところに突っ込んで突っ込んで突っ込んで結果いい攻撃できないこっち側の選手空いてるのにただシャトルランしてるだけでフットボールができないっていう現象が起きるから。でこれをあの まあ、イニエスタが諦めたっていうのが、今の神戸のちょっと闇を感じますよね。で、これってイニエスタだけじゃ無理なんですよ。 映像を見せたりとか、試合の中の現象を説明したりとか、一選手、海外の選手が来てても、イニエスタすげえって俺らが思ってるイニエスタ尊敬だけじゃ、中の選手たちは動かないんで、監督が覚悟を持って動かなきゃいけないんですよね。選手同士で話し合って解決なんて無理ですね。ある程度のところまで、あ、でも目指すサッカーのスタイルによります。レアルマドリーとか、ああいう瞬間的なアドリバはできればいいけど、ただあれもね、結局、あの、戦術的なことなんですよ。それをできるぐらいの選手が揃ってるってことだし、ペップが昔言った、あの、試合中に、 ベストな判断をし続ける選手っていうのはなかなかいないと。ただそういう選手を育て上げることによっていいフットボールが成立すると。 だからそれによって育て上げられた選手っていうのがチャビー・ニエスターメッシブスケツなんですよねだからそういう試合中の判断で揺さぶって広いスペースで攻めようっていうのは戦術だとしても個人の判断で揺さぶって広いスペースで攻めた方がいいよねって思える選手がいたら起きる現象一緒じゃないですかだからそういうことをできる選手がいればこの戦術できるしできない選手ばっかりだったら監督がい,いくら言って戦術仕込んだって思ってても現象として起きないんでただの。 監監督督というか,なんか、まあ、無能監督になっちゃうんですよね。まあ、僕もなる時ありますしまあ結局選手を育てるってことが戦術的なサッカーをすることにつながるし戦術的なサッカーをしたいんだったら選手を育てなきゃいけないからその選手がこの人のもとでな育てるって思うように自分を律しながら。 人にアプローチする。でも、まあ、硬いことばっかり言ってても、尊敬されるかもしれないけど、楽しくないってなるから、まあ、その辺のバランスは難しいんでね。なんで、結局、うん、監督業って、センスが大事だったりとか、まあ、そういういろいろありますよね。え、最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったら、いいね、チャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょう。はい、よーゾフトボでした。バイバイ。